皆様、こんにちは。本日は画像認識に特化した機械学習を特集したいと思います。機械学習が活用される分野は大きく3つあります。1つ目は画像認識、2つ目は音声認識、3つ目は言語認識。今回はその中でも一番 FPGA での応用に適した画像認識について紹介します。画像認識には大きく3つあります。コンピュータービジョンは、例えばデジタルカメラに搭載されている顔画像認識や Google ストリートビューの360度パノラマ表示。マシンビジョンは工場製造で部品検査などに使用されます。産業でのコンピュータービジョンの応用を意味し、自動検査、プロセス制御、ロボットのガイドなどに使われます。エンベデッドビジョンは、イメージセンサーまたはカメラと何らかの処理システムを組み合わせた組み込み装置を示します。これらの分野で今後大きく機械学習が広がっていくものなど考えられます。例えばこの絵が猫だとどのように機械が判別するか不思議だと思ったことはありませんか？実はこれ、ニューラルネットワークと呼ばれる人間の脳のような仕組みなんです。機械学習は学習をすることと学習結果から推論をすることができます。猫の画像を何枚も機械に読み込ませ、ヒゲであったり顔の形といった特徴を機械自ら学びます。これを学習と言います。その学習結果はニューラルネットワークと呼ばれる人間の脳を模した構造の回路であり、このニューラルネットワークによって機械は見たことのない猫の画像を見ても自ら猫と判断します。これを推論と言います。昔はこのニューラルネットワークを苦労して作り上げていたんですが、今はフレームワークと呼ばれるものを使用すれば、簡単にニューラルネットワーク構築をできるものがあります。Xilinx では、現時点ではカフェというフレームワークの対応が決まっていて、今後、TensorFlow にも対応予定です。次回は機械学習における FPGA のメリットをお届けします。ご視聴ありがとうございました。